進んでいくというようなところがあります。もう一つはキャラバン、中央からというか、その日本ハンドボール協会から、その地方に行かせていただいて、トレーニングをするというようなその、取り組みを今しています。あと一つ、ちょっとこれは、協会の仕事というか、日体協の仕事というか、ライジングスターというのが昨年度から、他競技 の, その能力の可能性のある選手をハンドボールにということで、取り組みをさせていただいております。でその中で、今年から、アカデミーの方でですね、デンマークに実は、男子も女子も16名遠征に10日間ずつ行っております。初めてヨーロッパの方に行って、毎回アンダー16の選手が韓国と日韓交流をさせていただいているので、毎年毎年韓国との交流というのがあるんですけれども、今年初めてデンマークに行ってきました。感想はですね、取り組みというか、やっぱりもう16歳以下の段階で、どのチームですね、クラブチームにも180センチ以上のサウスポーはどこにでもいるわけ でちっちゃいけれども、もう本当にその日本の170センチの選手を跳ね飛ばすぐらいのこう体幹の持ち主の選手がいたり、速い選手もいます。今 の, その代表のこう悩みというか、各アンダーカテゴリーの悩みとかいうのが、もうそっくりそのアンダー16にもこう適用されるというか、ゲームも何回かさせていただいたんですけれども、最初はその、女子の場合はこう積極的なプレスのディフェンスをかけて相手に挑んでいくわけなんですけれども、最初はそれに驚いて、日本はやっぱりこれ面白い、やっぱりプレスをかけるんだって言われます。やっぱり日本はプレスなんだっていうふうに言われて、でそれが面白いからやらせてくれ、もう一回ゲームさせてくれって、これ経験させたいんだみたいなことを言われて、ちょっと私たちも、なるほど日本ってそういうふうに見られてるんだっていうことも分かったりして、で最初はそのプレスにびっくりして、相手は止まってしまうんだけれども、最後はやはりこう広いスペースを作られて、強引にこうパワーでうわーっと持っていかれて、もう 2,3 人弾き飛ばされてこうどんどん決められてしまうというような、本当にその体格差というのがもうどのカテゴリーにも当然あることで、でもう本当に歴代 の, その NPS もですね、強化の方たちがですよね、その体格差というのがもう日本人の念頭になければやっていけないというか、もう本当にそれが大きな課題なんだなというふうに思っています。で、私たちは昨年度からこの NTS の方で、今まではその中学生高校生のカテゴリーでトレーニングさせていただいてたんですけれども、昨年度からアンダー13、要するにその小学生の子どもたちも育成していこうということで、アンダー16に分けてトレーニングを、開始いたしました。日本の、全体の課題というのが、コンタクトというところも注目されるんですけれども、この女子ユースの映像ですね、これちょっと前のです、最近のではないんですけれども、もう3年ぐらい前になるか、ちょっと見ていただいていいですか。接触してるけど止まらない、利き手を抜かれてしまうというような映像です。接触したけれどももう、 こう体が半身ずれていて、もう一人ではとても守りきれない、こんなことがずっと続いていくわけです。これ、アジア大会だと思うんですけども、これユースの皆さんがディフェンスの状態で、どんどんこう失敗されていってしまう。はい、こういう映像ですね。で私たちが、これを見てですね、何が原因でこんな風になってしまうんだろうかというふうに思います。昨日強化の話もあったと思うんですけれども、本当に代表もアンダーカテゴリーも、アンダー16もですね、かなり短い期間の中でトレーニングをしてチームを作りして大会に持っていくようになっています。私も昨年までその16の方を担当しておりましたけれども、やっぱなかなかですね、その代表の皆さんもアンダーカテゴリーのスタッフの皆さんも他に仕事がありますから、そのずっと1ヶ月ずっとつきっきりというわけにもいかないし、ある時間の中で本当にこう
緻密な計画のもとにトレーニングをしていくんですけれども、まあ、結果がどうのというよりも、まあ、私たちの育成の立場からしてみると、この現象が一体どこの段階から、まあ、つまずいて起きているのかということを考えています。でこれは、2年前の前中の映像でちょっと短いのですが、ちょっと見ていただいていいですか。男の子なんですけれども、接触のところと、まあ、一人その、ライトバックの子を守っている選手とフォローに来ている選手のこの動きを見てもらったら分かりやすいと思います。接触うまいことできないです。あのさっきこう接触の部位とか言われましたけども、体に巻きついているような状態で、しかもそのフォローの子はフォローに行ってるけれども、こう背中を向けて怖がって逃げてしまうような、まあ、こういう状況があるので、もしかしたらこの女子ユースがこのぐらいこのディフェンスに本ディフェンス相手の攻撃に翻弄されるのは、中学校の段階でコンタクトのところと、あとそのフォローのところと、まあ、マンツーマンというか1対1のところで、まあ、すでにつまずきがあるんじゃないかと。でこの中学校のつまずきが一体どこからスタートしているのかというのを、この映像もちょっと前のもので、最近のものじゃないんですけど、画質が悪いんですけど、ちょっと見てもらっていいですか。すいません、ちょっと悪いんですけど、小学校の試合なんですが、ほぼ接触というか、まあ、守りきれてないというか、足が止まってしまうし、まあ、接触する場面でもいけないし、まあ、少しその接触に対しての恐怖心がある、まあ、要するにディフェンスがまあできていないというようなことが起きていて、まあ、もしかしたらそのさっき の, その女子ユース の, あのディフェンスの現象というのは、まあ、中学校でも解決されてないし、もう一個下がって小学校のところから解決されてないんだとしたら、まあ、本当に小学校からの取り組みを少し改善していかなければ、上がっていく選手、上がっていく選手のスキル不足がもうその追いついていかない。上がれば上がるほどこうやっぱ大会に行ける選手と組んでチーム作りしてとかいうことになりますので、私たちのまあ役目というのは、ここの小学校、中学校、この辺りの子どもたちの個人の力というのをしっかりまあつけていかないといけないんじゃないかというふうに思っています。要するにそのコンタクトというところもあるけれども、1対1にすでにもつまずきがあるので、それをまあ小学校のところからどうこう解決していくかというようなことを考えました。でもう一つ、昨年度13小学生の NPS をトレーニングの中にコンタクトっていうのをまあ導入しています。これちょっといろいろ賛否両論があって、本当にその小学校の子どもたちにコンタクトのトレーニングをさせるっていうのが危ないんじゃないかというようなことも意見があって、昨年度のセンタードレーニングの時に来ていただいた指導者の方にアンケートを取って、そのコンタクト の, その導入についてどう思われるかと、子どもたちにそのコンタクトを教えるについてどう思われているかというのを聞いたんです。アンケートもしましたし、も口頭でどうですかって聞くこともあるし、まあ、指導者の方にこれってどうなんだって聞かれることもあったんですけど、それちょっとまとめてみたのは、大きく分けてもだいたい4つ、まあ最後の3、4は同じようなことだと思うので3つぐらいかなと思います。あと1つはやっぱり怪我ですね。怪我が怖い。接触した時にバーンと倒れて、例えば後頭部を打つとか、その時にまあ重大な怪我に巻き込まれるとかっていうようなところが非常に怖いから、させられないんじゃないかということと、あとはその選手へのアプローチというので、指導も難しい。そのコンタクトに対しての指導も難しいし、もう子どもたちが接触するっていうことに対して怖がってしまうので、なかなかまあそこまで踏み込めないという意見と、あとその大会時の罰則だったり勝敗の影響だったりというのが怖いから、まあ、ちょっとなかなかそこら辺が、まあ、一歩踏み出せないというような意見がありました。それでこの次の映像は、今年の前哨の、決勝戦なんですけれども、最初のまあ5分10分ぐらいの映像です。切ってはあるんだけど、攻撃を消してあるのですが、まあ、ずっと連続したものなの で, でこれ、まあ、私の立場からレフリーがどうの、その子どもたちの指導がどうのとか言えないんだけれども、ちょっと一通りの現象を見ていただいていいですか。この接触について、イエローが出ます。はい、これ攻撃が終わってもう一回いきます。このプレーに対して退場が出ます。
がっかりしてますけど、この後ですね、まあ、子どもたちは接触怖いし罰則が怖いし、まあ、勝ちたい気もあるので、ここからほとんどこう触れなくなってくる、こういうふうなことがまあ起きました。で、今小学校は15分3セットのゲームをしているそうなんですけど、最初のその15分間はほとんども接触できない状態で、ゲームが15分2セット、うん、でも最初はもうちょっとこう接触できなくて、自分たちの思い通りのプレーができなくなってしまったという、まあ、こういうことをおそらくその指導者の方は言われていて、まあ、ゲームに左右することがあるから、それってどうなんだっていうような意見です。あら、そこでですね、その NTS でコンタクトの子と、まあ、1対1の改善といって、怪我に向けて、その怪我防止に向けてのエクササイズを一つ提案していこうと。それからコンタクトだけじゃなくて、まあ、そもそもその1対1の課題もこう認められるので、育成プログラムに沿ってやっぱ段階的に取り組んでいくような提案をしたらどうかと。それから、審判委員会との連携ということで、もうすでにここ何年も、センタートレーニングの方に本田さんにも来ていただいて、実際に子どもたちのゲームを吹いていただいて、もうちょっと接触してもいいんだ、もっと行っていいんだみたいなことも説明をしていただいたりはしていると。でそれから NTS の義務研修ということで、まあ、そこでまあいろんな方にこう指導者としてとかコーチとしてとかいうようなことをまあ話しするというような、まあ、解決に向けて作戦を立てています。昨年度からベーシックセブンというのを、導入をしていて、これ実際その男子代表にもついておられるイータトレーナーが小学生に教えている映像なんですけれども、まあ、ちょっと形がまだ難しい子もいますけれども、こういうその体幹を強くして肩関節股関節を柔らかくして動けるような怪我防止でもあるけれども、まあ、ディフェンスで機動力がこう努力というか、パーッと動けるようにエクササイズを組んでいこうと、しています。で今年から NTS のブロックトレーニングにはトレーナー部会から、ブロックに派遣をして、もう実際に目の前で子どもたちに指導していただくと、こういうふうなこともやっていますし、このベーシックセブンというのはそのトレーナー部会の方からまあ開発していただいて、これをまあ推奨して子どもたちの怪我防止に努めていこうかというふうに進めています。次に、これ NTS2009 年の時もすでにこう提案されている内容なのですけれども、まあ、育成プログラムに沿った段階的なアプローチということで、あ、これですね、目の前の例えば全国大会っていうのは中学校も小学校も高校ももちろんあるんですけれども、私たちのイメージは、最初にハンドボールを始めた子が、まあ、卵ということで、完成期を迎えて、まあ、実業団に入ったり大学に行ったり、まあ、代表に入ったりするのと成中というか、まあ、一番大きくなった状態で考えて、ちょうど完成期のところでパフォーマンスが達成できるように考えている。よくあるのは、まあ、高校生ぐらいの時にもう伸び悩んでしまって、子どもたちもこうなんていうんですかね、体感してる、もう俺ダメなんじゃないとか、もう私はうまくなんないんじゃないみたいな、それのまあこうつまずきというか、まあ、伸び悩みということで、ここでやめてしまうことを防ごうと。でそれをコツ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 完成期まで持っていって、この辺りでピークを迎えてしまわないように一つずつこう成長させていこうというふうに、まあ、考えています。まあ、それでその、まあ、そこから防御の発達段階、発展段階というのもこうもう示されていて、こう最初に本当にぐちゃぐちゃな状態で戦術もルールもへったくれもないという状態の1対1のトレーニングからスタートして、最後は柔軟な防御に相手によって出たり下がったり駆け引きをしてみたり、まあ、そういうふうなことをがこう完成期で迎えられるように一つずつこう子どもたちに教えていけるのはどうかというふうに思っています。そうだ、ここがやっぱり重要なんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、こう私たちが子どもたちを指導するときにこうぐっちゃぐちゃな状態というのはちょっとなかなか難しくて、これ試合で大丈夫かって心配になるので、やっぱある程度こちらが形作ってしまうというかパターンにはめてしまうようなところがあるんだけれども、一番最初に子どもたちに1対1を教えているという段階でやっぱりある程度かなりの自由度が必要ですし、
まあ、オーバーステップとかルールを無視しても相手の邪魔をするとか、相手に、まあ、この最初に始めたところでボールを奪うっていうようなことをきちんと教えていかなければ、やっぱりここまで達成できないんじゃないかというふうに思います。で、あとはその高校生とか中学校から始めている子どもたちに対しても、中学校高校生期だからもうすでにこう6-0のディフェンスを教えていって、まあ、ボール中心に守るっていうようなことを教えていくと、どっかで必ずやっぱりつまずいてしまって、さっきの女子ユースの映像みたいになってしまうので、やっぱり最初に始めた子どもたち、どの段階であってもやっぱりぐちゃぐちゃな状態から相手のボールを奪い取るっていうところからやっぱりゆっくりスタートしてあげないと、どうしてもどっかでこう頭打ちになって伸びなくなってしまうということが起きるんじゃないかなというふうに思っています。ですね、もうちょっと詳しくこう展開しているものなんですけれども、最初のやっぱりマンツーマンで子どもたちに広いスペースを一人で守るっていうような経験をたくさんさせてやることが、あのディフェンスの技術の向上につながっていくというふうに考えていて、マンツーマンにはまあディスタンスマーク、クロスマークというのが2つの種類があって、オフ・ザ・ボール、オン・ザ・ボールというのもあるんですけれども、考えてディスタンスマークというのはちょっと距離が離れて足で守って常にこうボールと相手の選手との間にいるで、動いて相手の進行を防ぐことで守る、ちょうどこんなイメージで、これもまあ MTS のトレーニングのメニューの一つなんですけれども、相手とゴールまで位置づけて足でしっかり守っていくというディスタンスマーク、この時に1位を取るとか、こう足を使って守るとかっていうことを一生懸命子どもたちに教えておいて、次にクロスマークの映像でも、これ小学校の、まあ、映像なんですけども、あれちょっともう一回、最初ディスタンスマークで距離がありますが、近づいていくのに対して触れるところでこう曲げた肘というか曲げた腕で接触をして、この段階でまだコンタクトじゃなくて、こう接触してついていくというような、でこういうふうな段階に入っていきます。まあ、そのあたりで少しその接触に対して慣れるということもしておかないといけないし、あとはそのどの位置に手を置くべきなのかということも、ここでしっかり、まあ、勉強させていくということです。でそれがまあ少しでき始めたときに、まあ、ゾーンで守ること、まあ、併用してやることも やるっていうこともあるんですけれども、影響力のある選手に対して詰める、まあ、こういう影響力のある選手に対して前に詰めるっていう動作があります。で本当は影響力なければこの段階で下がるっていうことを教えるんだけれども、下がったらゾーンになる、壁を作って仲間と一緒に守るっていうことを覚えていって、あと影響力があって前に詰めるっていうことになれば、今度それがマンツーマンになる、ゾーンになって影響力がさらにあると思って前に詰めて、でこの時点でコンタクトというふうなことが生まれてくるので、まあ、この段階でホールディングを教えていきます。3対3になっても同じで、こうゾーンディフェンスになって影響力がある選手に対して詰める、しかしラインができればそのままチェンジということも教えてしまう、まあ、そのままチェンジというで、こんな風な段階を踏んで、まあ、ゆっくりと子どもたちに1対1のトレーニング、まあ、ディフェンスを教えていくと、チェンジというかそのゾーンのディフェンスを教えていくと、でこんな風なアプローチをしていくことで、さっきの女子ユースの展開のように、まあ、ちょっともうちょっと守れる確率が上がっていくんじゃないかというふうに思っています。あ、そこでですね、ホールディングって、まあ、ゾーンを守るときにもすでにホールディングっていうことが出てくるので、この、まあ、段階で基礎動作の習得としてコンタクトトレーニングっていうのも今年やりました。これ実際 NTS で使用しているトレーニングの映像です。最初からもう3メートル4メートルから後ろからドーンと突き上げるというのはもうかなり難しいことで、やっぱりあの 顔を強打することもあるし、あとから後頭部を打つというようなことの心配性もあるので、まあ、ゆっくりと一歩のところから当たるというトレーニングや、接触した状態ずっと押し上げていくという練習を繰り返し繰り返しやって、そこから
まあ、発展させていこうと。やっぱり慣れさせるっていうことは重要ですし、まあ、言葉で言っても子どもたちなかなかできないので、まあ、こういうふうな接触をするという経験を繰り返しやることで恐怖心をまあ除いてやるということです。でこの段階でやっぱり子どもたち の, その接触に対する恐怖心をいかになくすかっていうことがまあ重要かなというふうに思っています。これ数年前の女子代表のトレーニングの映像です。今指導されているトレーナーの高野内さんと言われる方で、こう小さい選手が大きい選手に対してコンタクトをする、体格差がある選手に対してコンタクトするのに対して下からこう上にこうドンと突き上げる、これをまあ今女子代表はコツコツとずっといろんなトレーニングを繰り返してやっていると、これのこのその女子代表のこのトレーニングを参考にしてさっきの小学校のトレーニングを作っています。でそれができるようになったらいろんな複合のトレーニング、コンタクトだけではなくてボールを取るとかコースを押し上げるとか、その後ボールを取ったらシュートを打つとかというのを複合的なトレーニングに発展させていって、まあ、アタックだけのトレーニングにせずにその前後のトレーニングというか動きも習得させていこうというのが特徴です。子どもたちはもう本当にすごいことで、私も小学生の子どもたちを教えるときにびっくりするんですけど、あっという間にこういう細かい難しいプレーを覚えている。中学生とか高校生とかよりもより早い、あっという間に習得していくから面白いなというふうに思っていて、こういうスキルの高い選手がたくさん増えてくれるといいなというふうに思います。はい、これちょっとまた画質が悪いのですが、こういうトレーニングをまあ一通り踏んで、まあ、今年のですね、映像、何の大会かちょっと私には分からないんですが、かなり強い強度で接触ができるようになっています。これちょっとすごいじゃないですか。ドーン、怖くないというか、怖がらずにきちんとした姿勢でコンタクトできるし、しかも小学生でも倒れない。ちょっと中学生このぐらいできるのかなと心配になるぐらいで、これちょっと素晴らしいですね。ドーン、ちょっと転んだりもしますけれども、子どもたちの体っていうのはかなり柔らかいので、中学生高校生大学生が接触して転んだ時の怪我の影響力がかなり低いかなというふうに思います。はい、かなりちっちゃい子がフォローに行って倒れていますけれども、全然へっちゃらみたいな、少しその最近の小学生というのは私が見てもびっくりするレベルが高くて恐ろしい。で体格差があってもちょっとこれすごいですじゃないですか。大きい選手をずっと守ってしまう、でしかもまあ倒れるけれども子供たちは怪我しないんですね。うん、まあ、こんな風に展開していくということで段階を追っていけば、きちんとしたコンタクトというか、トレーニング、コンタクトスキルというか、1対1のスキルを身につけていけるんじゃないかというふうに思います。お、これが、あら。それでですね、さっき完成期でピークパフォーマンスを達成したいっていうのが、さっき小学校の子どもたちというのは、まあ、上手いですけれども、あんまりこう、複合的でもなく、相手の状況に左右されるというか、こう対応してやってるというよりもまだこうそのそこら辺の戦術というのの理解はまだ浅いので、あそこでピークを持ってくるんじゃなくて、もっとコツコツと1対1マンツーマンゾーンの理解を深めていき、その中でこう完成期で本当に柔軟ないろんな対応のできるディフェンスをこう達成できるといいなと思います。これ真ん中の永田選手のコンタクトですね。さっきのトレーニングです。ついていく。コンタクトをダダダッと押し上げていく。これ、体勢悪くて転んでるわけじゃないんですけど。はい。ここもですね、牽制。まあ、簡単なディフェンスだというふうに思ったりもするけれども、牽制から1対1。牽制、牽制、牽制。牽制、ミスタースマーク、クロスマークの次の接触のミスを誘うと、もうすごいですよね。もう息つく間もなくて振り回されてしまう。はい、1対1からフォローしてプラスワンで守る。
さっき小学生がやってたことですよ。で、まあ、アタックするだけではなく、駆け引きも生まれて追い込んで、相手にシュートを打たさないようなことも、この時期にできるようになったらいいなと、試合でしっかりと、このレベルで。相手によって柔軟に対応していくっていうことができるといいですし、相手の状況に、相手のこう特徴や状況によって柔軟にディフェンスシステムが変わっていきます。 3-2-1 になったり、ディスタンスマスクロスマーク接触でとか、ちょっと低めになりました。 6-0 の近いディフェンスに変わります。こんな風にこうずっとちょっと流れていくんですけれども、プレスになったり一線になったり人形になったり、ここから4-2というか変化をして速攻に持っていくと、かなりこう柔軟に相手によってシステムがこう大きく変わっていくようなことが、この時期にこう自信を持って迎えられるようになったらいいなというふうに思っていて、はい、小学校、中学校の時に、まあ、こんなことのレベルまで上げてしまえじゃなくて、やっぱり身につけさせることは柔軟で、まあ、できるだけの期間を置いて定着させて、私たちがこれを見た時に、ああこういうこともできる、ああいうこともできる、こんなこともできるんだと、こう一貫指導 の, その最初から終わりまでの流れがこのディフェンスにいって取れるようになったら、まあ、育成部門の勝ちかなというふうに私たちは思っています。はい、あ最後なんでちょっと簡単にまとめてしまったんですけれども、こうやってこう NTS のこう内容をいろいろとこう考えているんですけれども、やはりその評価の方々に聞くと、まあそんなにこう簡単なものじゃないんですよね。やっぱりコンタクトちょっとこう当たって守れるんじゃないじゃなくて、やっぱりそこにはかなりの戦いもあるし、本当にこう、もう戦闘モードじゃちょっと言葉が簡単すぎるぐらいこう接触のところでは激しい勝負があるので、まあ、そういうことでは守れないんじゃないかというふうな意見もいただいたりします。あと先ほど本田さんの方からも話があったように、審判との連携を取ってもいかないとやっぱり出遅れてしまうようなことがありますから、やっぱりここの連携というのはこれからももっと重要になってきますし、あとやはりそのやっぱり現場の指導者の方がやっぱり一番選手に近くって、今後のオリンピック選手を生み出していくんだと思いますから、現場の指導者の方たちとこういったことをやっぱりこう共有しながら進めていくのは重要かなというふうに思っています。私の方からは以上です。ありがとうございました。それお二方からですね、まずは半田さんの方に、モダンハンドボールのですね、簡単な説明ですね、と、IHF がここ数年経っていること、それから、それに対して、国内、また、海外にも目を向けて、どの程度我々、選手や、コーチ、というか審判が、順応しているか、ここを、報告していただきました。でその後に、麻生さんの方にですね、そのモダンハンドボール、要は、今回主に、マークですね、クロスマーク、ディスタンスマーク、それからコンタクトというような話もありましたが、そのモダンハンドボールというものの中で、どのようにディフェンスのプレイヤーが、プレーしていくかと、でまたそれをどう育成していくかというようなところを話を、していただきました。それでは少しパネルディスカッションの方に、を進めていきたいなと思うんですが、まずですね、麻生さんの最後のスライドにもありましたが、審判と強化と、指導と、この三角形の連携で、やはり進めていくというところで、より、競技力をですね、向上させていくというところが大事だという話がありました。で我々こう指導者、選手もそうですが、やはりトップの方々がどのようにお考えかというようなことを見たり聞いたりしながら、それを自分の指導であるとかですね、選手たちはそれを自分のプレーに、落とし込んでいくというようなことをやると思うんですね。そういうところでまず、佐藤教育部長の方に、今回のこのモダンハンドボールというものが歌われて数年経っていると、でそういうことに対して、どれぐらいこう
現場ですね、コーチや選手たちがどの程度対応できているかというような視点から、まあ、少し見解をいただければなと、まあ、よければ参加者の方に取っていただきながらでも構いません。よろしくお願いします。実際に、大会に出て、スタッフが現場で生で感じたことがすごい重要になってくると思うので、そのように展開していきたいと思います。女子については今回世界選手権、男子についてはアジアのレフリングだったと思うんですけど、実際に、男子はジュニアとユースで、先ほどのモダンハンドボールの観点からどうだったかちょっと教えてほしいんですけど、吉村さん。マイクがすみません、今日1本しかなくてちょっとバタバタするかもしれません。まさか発表することになるとは思ってなかったんですけど、発表じゃないですよね。まあ、質問、まあ、確かに興味深い。まずはプレゼンお疲れ様でした。非常に分かりやすくてお疲れ様でした。ありがとうございました。で、そうですね、モダンハンドボールっていうのは、まあ、僕もここ数年で初めて聞いたんですけど、ハンドボールはハンドボールなんですけども、ここ数年で、その今、まあ、佐藤淳也協会会長が言ってくださったような、ここ数年で世界で戦うためにはっていうところで、まあ、僕たちが国内と国際大会の差っていうのはあるのかないのかっていうところを、まあ、昨日僕も発表させてもらったんですけど、まあ、それが一つ言葉になるとしたら、まあ、モダンハンドボールっていうふうに置き換えれるのかなと思いながら言いました。で、ここからが、まあ、僕なりの見解なんですけども、モダンハンドボールっていうのは確かにそれは存在するかなと思います。国際大会で具体的に言えば、まあ、接触してなんぼっていうような考え方でまとめられるのかなと思うんですけども、それで、あんまり海外の選手とかは接触したからどうだとかあんま考えずに、まあ、打てたらいいですとか、シンプルに考えて結構やってるなというものがありました。なので、まあ、一つ接触っていうといろいろあると思うんですけど、接触っていうのに関して言えば、まあ、影響がなければそのまま流すだろうし、影響があれば本当に派手に転んでるし、あんまり、なんていうんですかね、そのわざとシュートを打たない、でフリースローをもらうとか、なんてあんまりそこまで深く考えてないようなプレーが、まあ、の割合が多いのではないかなと。だからこういうような発想に基づいた解釈が最近では出てきているのではないかなと思いました。なので、まあ、それに付随するステップ、まあ、オーバーステップで4歩5歩を歩いても結局あまりそこら辺で、それが歩数が何歩だっていうところはもちろんあるんですけど、あまり考えずに、まあ、プレーが続行されていくケースっていうのは非常に多かったのではないかな。もちろんルール上間違っているのも吹けないっていうのもあると思うんですけど、たまたまその時のその状況でその審判なんていうのがあると思うんですけども、まあ、背景のモダンハンド背景というか、ハンドボールの中でも特に最近この接触に関してモダンハンドボールと言われる考え方をは確かにその国際大会になってくると色濃く出てくるのではないかなと思います。もしくはプレゼンを私のプレゼンを聞いていらっしゃる方がおられたら、まあ、多くの方だと思うんですけども、まあ、国内大会と国際大会の差はあるのかないのかというふうに、まあ、一つモダンハンドボールという言葉で触れるんじゃないかなと思ったのが、まあ、僕の見解です。男子ユースはどうだろう、変わったっていうのがあります。はい、ユースの吉田です。よろしくお願いします。まあ、簡単に言うと接触を、昨日も僕言わせてもらったんですけど、接触を伴うオフェンスにしろディフェンスにしろっていうのは非常にルーズに見られてるなと。日本のように、まあ、これ手肘が曲がってて4歩歩いたから5歩歩いたからそれがオーバーだっていうことはもうほとんどないのかなと。それが、ゴールまで行ってしまったらもうゴールで取られるし、だけど余計な、その後の、罰則とかそういうのもほとんどなかったのかなと。で、試合がそのまま続行されて、面白い、それが面白いハンドボールなんだよっていうのが展開されるのかなっていうのが、アジアでは感じたことです。はい。
です。私が印象に思ったのは、まあ、男子と見かけるところがあるんですけれども、まあ、僕はよく選手とかには、ゴールに向かってくる連、例えば1対1に向かって回線フェイントとかして、ゴールに向かっていくのに対しては、まあ、4歩以上明らかに相手でもあまり取らない、取られない。だから、日本で横にフェイントとかするのは、なんか結構厳しく、それ、オーバーセットっていうような、笛のこうなんか基準、僕はなんかそういうところに、なんか横移動のフェイントは、補助力とかいうのは、日本はよく取られて、ボールに向かっての面で接触していくと、まあ、戻されるか、そのまま抜けたら流されたりと。だから、もうそばの止めきれなかったというような認識で、大会中は選手に、そこの見解だけは、まあ、こうだというような言い方で、大会の方を参加させてもらってました。以上でございます。今国際大会の方で、の経験をされている方々からこう今、まあ、特に接触の部分ですね、がこうだったっていうようなことがありましたが、国内大会でどれぐらいこのコーナーハンドボールで許されるそのコンタクトっていうんですかね、そこがこう本田さんの発表にもありましたけど、トップリーグではある程度こうそこを吹かれる審判、それからそれを受ける選手やコーチは順応してきているけれども、それがどうしても地方の方に落ちていったり、カテゴリーが下がってくると、まあ、対応しきれていないっていうところもあったので、まあ、それもうちょっと詳しく何か審判団で話があることであるとか、とかありますかね。そうですね、やはり一番はこう日本リーグなんかは大体同じような競技が吹いているので、このレフェリーはこういうふうに吹くというようなものもあるのかなとは思うんですけれども、やはりこうちょっと難しい部分はあるんですが、なんてお答えしていいのかはあれなんですが、質問していいですか。はい、先ほど海外の映像、アウトフェイントでカットインしたプレーあったと思うんですけど、はい、あれゴールだったらそのまま流したのがいいんですけど、あれ外した時に流されるとと思ったんですけど、その辺は、まあ、影響があれば7メーターすごいで、その線引きがすごい難しいような気がする。まあ選手を見てたら、最初は押してるんだけど、裏の部分でパッて離したい、パッてやって、あれはあ分かってるんだなと思って、あれはなんか、自分がレフェリーの状態を流してあげようかなと思って、どういう基準で対応するのか。そうですね、まあ映像、さっきの映像ではゴールが入ったからっていうのはあると思うんですけど、まあ、じゃあ、それでゴールが入らなかったらってなるとちょっと難しい部分はじゃああるのかなとは思うんですが、やっぱりシューターが影響を受けて自分でちゃんとコントロールできてシュートを打っていないだとか、ディフェンスがつかみ続けていて、シュートが打てていないっていうのが一番の考え方なのかなとは思うんですが、たぶんさっきの映像は分からないですけど、ここでは何とも言えないですけど、流される場合もあるのかなとは思います。はい、ラックでというかユニフォームを掴んでっていうプレーなんですけど、いやハンドボールを魅力的にするためにやっぱユニフォーム掴んでっていうコンタクトっていうのは魅力的ではないと思います。そうですね、この間インカレで、ハンガリーのレフェリーに来ていたと思うんですが、結構シビアにユニフォーム掴むっていう行為に関しては、
取っていたんじゃないのかなと思います。で、まあ、私も見た感覚としては、まあ、ヨーロッパのゲームを見たりするとだいぶシリアにユニフォームをつかむということに関しては排除されてきているんじゃないのかなというふうには感じています。今の話でやっぱりものすごく難しいのがそのボールを持っている選手に対してどのぐらいこうディフェンスのプレイヤーがやったコンタクトが影響があるかというところを見るのが非常に難しいと思っているんですよね。で、私もこういう機会をもう、私もこう使ってやってちょっと少し、レフェリングのことをちょっと勉強したりとかするんですけどやっぱどうしても、ディフェンスのプレイヤーがこう押したことがやっぱりどうしても気になって試合中に今押してるじゃないかということでやっぱなかなか頭から離れていかないんですよね。この辺をどう見ていけばさっき福島さんの発表にもありましたけどレフェリーとコーチとかレフェリーと選手がこうコミュニケーションを取りながらうまくゲームを作っていけるかというふうになっているのか何か見解ありませんか。なかなか昔の考えが抜けていかないんです。はい、そうですね。あの多分押されてるっていうことは多分自分のチームが押されてたりした場合にはすごい印象には残るのかなとは思うんですけれども基本的にはさっき福島さんもおっしゃっていたんですがハンドボールっていうのは点数を取ることを目的としているので点数取ったことが一番の、プレゼントなんだというふうに前回の、アンドルカさんもおっしゃっていたのでそこをまず念頭に置いてハンドボールをしてもらうということが一番なのかなと思います。でサブ的に、やっちゃいけないことをしたから、罰則がついてくるというイメージで、少しずつこう皆さんのイメージというか、頭の中を変えていってもらえるのが一番いいのかなとは思います。この辺に関して、麻生さんの、発表の中で、やはりその小学生とか中学生のゲームみたいな、コンタクトさせないような、指示を出す、コーチの方もいらっしゃるというようなことがありました。これコーチ側から、特に小学生や中学生今からハンドボールを本格的にやっていくぞっていう子どもを見ている指導者からして何か、審判側に要望というかこういうふうになんかコミュニケーションを取ってもらえると助かるんだけどなというようなことは何かありますか。質問が難しい。すいませんお願いします。質問が難しいんですけどおそらくゲーム中に、まあ、その接触をして罰則を取られてでそのゲームがこうさっきのように展開されていくときに勝敗が絡んでくるとどうしても、こう有利に動くように指示を出さないといけないし、まあ、例えば今のはこうだからああだからとかいうようなことはゲーム中には言えないので、まあ、指導者としては簡単な言葉で触らないというようなことを言うんだと思うんですけれども、まあ、試合中は、まあ、一つはこうコーチ側の意見とすると試合中はまあ試合中でもやっぱりその後とかその練習中に現象とかそのこういうことを説明する必要があって、で子どもたちになぜそれがその罰則 でなぜそれがその今触るなと言われているのかということをちゃんと教えていく必要が、まあ、ありますあると思いますので、そのゲーム中の言葉だけをまあ私たちも受け取っているわけじゃないんですけれども、それを説明するのに、まあ、私たちの立場からするとその今やっぱりなぜ罰則なんだっていうことをさっきの福島さんの話もあるからその自分たちが納得いかないものについては聞かなきゃいけないし、こちらもその子どもたちにちゃんと教えていくためにちゃんと説明をするために質問しなきゃいけないし、それに対してやっぱり分かりやすく説明していただきたい、どうやったらコミュニケーションを取るかって
というのは分からないですけれども、その子どもたちの理解に向けてもうその大前提としてこう質問はその聞いてもらえる、でそれに対して明確な回答がある、でこのやっぱりそのなんていうか関係性というのはもう最初から最初の段階でなんかこう文化としてというか習慣としてあれば、その時のコミュニケーションを取るのはかなり難しくはないと思いますし、中学校の FD 見ると割とそういうことをしてくださる審判の方もおられるので、まあ、そういうのを継続していけばいいかなと思うんですけれども、やはりその私たちから見ても FD の方が今のジャッジに自信がないとなると、こう話がこうなんてこう素通りされるというか、今ちょっと聞かないでみたいな感じもあるから、まあ、それはそれで、まあ、そのあたりの話もしてもらえると、ベンチは別にそう悪く捉えてるわけではなくて、本当に単純に聞いてるだけだと思うので、まあ、大前提としてそういう関係性が本当に最初からあれば、まあ、簡単にできるかなというふうに思っています。実際レフェリーとして全部が全部人間ですので、正しく判定できているかって言ったら